ピスガーさんは、アメリカ合衆国のオスカロライナ州のアパラチア山脈の山であり、ブルーリッジ山脈の一部である。バンコム軍、ヘイウッド軍、ヘンダーソン軍、トランシルベニア軍の境界近く、アシュビルの南西約15マイルの最頂点は5721フィートである。バンコム軍とヘイウッド軍の境に位置しており、ヘンダーソン軍とトランシルベニア軍が合うポイントにあるが、 境にあるというだけであって、軍の土地ではない。ブルーリッジ山脈からのハイキングでは交通の便が良い。ピスガーリッジとしても知られる頂上にある塔は、アシュビル近くの ATSC の13チャンネルワローズ、TV のシンクレアブロードキャストグループと、ライセンス契約している、チェサピークテレビジョンの339フートトールのテレビ塔である。連邦通信テレビ放送権部門によると、 ミシシッピ川東で最も高い位置にあるテレビアンテナであり、谷底の周りより2814フィート、基準海面より6023フィートに位置している。アンク TV33 チャンネル WKSFFM99.9 が共同で使用している。2001年5月22日、アメリカ森林局は、ワローズ TV が新しい塔に建て直すことを許可。 デジタル化に伴い、13チャンネルのアナログアンテナを撤去し、局のデジタルアンテナをサポートするためのより軽い塔を設置。古い塔では、アナログもデジタルもサポートできなくなっていた。ブルーリッジパークウェイといくつかの保全組織は、パークウェイと近い場所への設置に反対しており、森林局に別の場所を検討するよう何度も抗議していた。2009年、議論は収束し、 連邦通信委員会と内務省は、バローズがアナログアンテナを撤去して古い塔を使い続けることを承認し、ツボネは現在塔に備えられているデジタルアンテナへの移行を検討することとなった。ブルーリッジパークウェイのマイル表407の西側沿いにあるピスガー山駐車場と名付けられた見晴らしの良い高台がトレイルのスタート地点である。 このトレイルは1.6マイルで、頂上付近はかなり急勾配のため熟練者向きである。頂上のテレビ塔付近には小さな展望台がある。素晴らしい眺めである。テレビ塔下にはワローズ送信局まで太いケーブルが続く。谷底から山まではかつてテレビ塔建設に使用されていたケーブルカーが現在も運行されており、悪天候の際に送信局の技術者がこれを 利用している。また、ピスガー山駐車場付近には、バックスプリングというトレールのスタート地点もあり、短い距離で、ジョージ・ワシントン・バンダービルと二世の狩猟小屋の基礎の岩が残っている、歴史的地域に行くことができる。パークウェイのマイル表407の東側には、ピスガー山ピクニックエリアがあり、グリル、テーブル、トイレ設備もある。障害者にも利用しやすい施設となっている。 ブルーリッジパークウェイのマイル表408にはピスガーインのレストラン、土産物店がある。ピスガーインのキャンプ場からもいくつかのトレイルに行くことができる。ありがとうございます。